日本九州地方福岡県福岡市中央区、荒と荒との風景西公園か交差点付近、荒と地区を横断する名の津通り荒とは、福岡県福岡市中央区にある町名。一丁目、二丁目、三丁目がある。郵便番号は八一8 1 0 0六二。人口は九千八百二十一人現在の西公園、荒と、伊崎あたりは荒津もしくは、荒津の先と呼ばれ。 7世紀後半から8世紀後半に、かけて編まれた日本に現存する最古の和歌集である、万葉集にもたびたびその名が見られる。江戸時代初期には新津を貿易港として整備し、港町として賑わい、少なくとも、江戸時代には、新津の故障が見られ、貝原駅県の編山した、筑前国属風土記》には、福岡城の北側に、新津、新津新町の記載がある。また、 西公園は荒戸山とも呼ばれ、現在の荒戸地区にあたる場所は、福岡藩書市の屋敷が並ぶ地域であった。急行急料取調べ庁によると、明治初年時点では荒戸村が、筑前福岡藩領の沢原郡に属し、明治22年4月1日町村制の施行により、福岡市の一部となる。大正9年3月20日から5月20日、九州電気協会。 科学工業協会協祭の工業博覧会が西公園下の福岡秩庫を埋めた手地と須崎浦の旧監獄所跡地で開催。この工業博覧会に当時皇太子であった昭和天皇が行刑されている。この行刑には語学文書総裁の東郷平八郎、玄水と浜尾新東宮大部が具武した。 昭和2年3月25日から5月23日までの60日間、西公園と福岡城の外堀を会場として、東亜官業博覧会が開催され、約160万人が来場した。近代に入ると、昭和30から40年代は、漁業による高景気と飲食店の賑わいに加え、子ども山笠行事や共同施設の建設も積極的に行われて、 流星を誇ったが、昭和48年のオイルショック後の漁業や、造船の不振以降は一気に冷え込んだ。しかしながら、近年はおしゃれなカフェや飲食店などが目立ち始め、港町の新鮮な魚介類のイメージとともに、再び若者や、サラリーマン OL が足を運ぶスポットが増えてきている。福岡市中央区荒とは、福岡市の中心街天神から 1.7km 西に位置する。 七の津通りをまたいで東側より一丁目二丁目三丁目と並び、東端は港銀座通りに面して大手門と港に接し、南端は明治通りに面し、西端は黒門川通りに面し東神町と接する。二丁目と三丁目の間には福岡県道556号国荒都線が西公園から大堀公園に南北に走る。福岡市営地下鉄で、 天神駅から大堀公園駅まで4分、博多駅から大堀公園駅までは9分と都心部に隣接する地域であるが、北は西公園、南は大堀公園に囲まれた福岡市内屈指の緑、あふれる住宅地区となっている。荒戸地区内には福岡大学附属若葉高等学校と福岡美容専門学校がある。また地下鉄大堀公園駅は、 福岡大学附属若葉高等学校、福岡教育大学附属福岡小学校、福岡教育大学附属福岡中学校などの最寄り駅となっており、建設中の大堀公園駅の箇所は荒戸駅であった。住宅地の地価は2017年1月1日に公表された工事地価によれば、荒戸2から1から5の地点は67万5千円平方メートル。 新戸3から5から51の地点で34万8千円平方メートルとなっている。万葉か日万葉か日西公園入り口かつて、西鉄福岡市内線貫通線、吉塚線が通っていたが、1975年に廃止された。新戸東西に横切る名の津通り、明治通りと港銀座通り、 新都地区の北西袋門川通りに西鉄バスが乗り入れており、新都内にあるバス停は西鉄バス HPE によると以下の通り、蒸気以外でも西鉄バスが観光用に運行する福岡オープントップバスの乗り入れもある。ありがとうございます。